次に渡辺修さん。はい。立憲民主党の渡辺です。今の現場委員の流れでですね、通告した順番とちょっと変えて、質問の関連性がございますので、私からも当時のことについて少し触れさせていただきます。野田政権の時にですね、防衛省の副大臣で実務を担いました。その際にですね、今話がありましたように、例えばハイチから PKO を撤退するんだけれども、そこにはジープが前哨灯が動かないとかですね、いわゆる自衛隊仕様になっている、あるいはトラックの後ろ荷台にですね、中国台座がついている、これは武器であると、で、そもそも武器とは何ぞやということでですね、貿易管理令なんかを調べて、武器に当てはまるものを調べたら、大変幅が広くて、それが例えば顔に塗るペインティングですね、レンジャー部隊や草むらの中に忍ぶための、あれも武器だと。もっと言えば、さまざまな研究途上にある研究開発のですね、例えば文章なんかも、これ、武器に抗議の意味で当たると、つまり、安全保障に関するものはすべて武器だということになると、武器の範囲があまりにも広すぎるではないかということで、防衛装備品という名前はいかがなものかということで変えます。で、当時ですね、じゃあ、この我が国の優秀な世の中の役に立つような我々の技術の粋を集めたものを世界にやはり人を守るという意味では出すことに関しては考えていいのではないかというときにですね、世界からある時危機があったのはですね、というか関心が強い高かったのは飛行艇 US2 だとかですね、あるいはこれ波高が波の高さが4メーターぐらいでもですね、いわゆる離水着水できると、それから非常に潜水艦、当時は潜水艦は飛中の日と言われて、部外秘だったんですけれども、オーストラリアなんか大変当時は通常動力型の潜水艦が欲しいと、今は政権が2点3点して原子力潜水艦をオーストラリア、アメリカから買うということになりましたけど、当時は反原発政策の中で日本のそのいわゆる通常動力型の性質なですね、でしかもその溶接能力の高い水漏れのしない潜水艦をぜひとも欲しいというふうに言われてたんです。で当然いろんな議論をしていたところで時間切れになったんですが、ただ今と違って当時想定もしていなかったのは、この今いわゆる AI が出てきたことで、それによってその自立型のですね、搭載システム、AI が判断をすると、これについてまず最初に伺いたいんですけれども、この一つの今、やっぱりその防衛装備品の輸出に関して、慎重でならなければならないという私自身が考える理由というのはですね、もうすでにアメリカは地上目的を破壊する空対地の自立搭載型攻撃の訓練に成功しているんですね。でこれは2年前の防衛3文書の中のいわゆる我が国の防衛政策の中、3文書の中にもこの AI というところは出てこないんですけれどもね、このいわゆる AI 搭載機、これ例えばこれ防衛力整備計画、令和4年の12月の防衛力整備計画の中でも次期戦闘機に関する取り組みということについて書かれているのは、次期戦闘機の英国及びイタリアとの共同開発を着実に推進し、2035年度までの開発完了を目指す、次期戦闘機等の有人機と連携する戦闘支援無人機 UAV についても研究開発を推進すると書いてあります。で、実際これを受けてですね、この GCAP が発足をして、GCAP を合意して、そしてアメリカとはこの支援戦闘機をですね、次期戦闘機のほかにもう一つ、今度はアメリカで無人の次期戦闘機を、武器支援戦闘機を、研究開発するということなんですけれども、このもうすでに次期戦闘機、第6世代の戦闘機ですね、
このもし AI が搭載をされて自己判断で攻撃目標を決めて攻撃するといういわゆる自律型の致死システム、ローズと呼ばれるものですけれども、これは空を飛ぶだけじゃなくて実際戦場でですね、もう SF の世界ですけれども使われているようなことがもうある。でこれ国際ルールを作るべきだといって NGO だとかですね、国連のパネルなんかでもやってますけれども、現実的にまだ世界でルールが確立されてません。ここでつまりこういう新たなテクノロジーが出てきたことによって本当に防衛装備の移転というものを安易に考えると、この AI のですね凄まじい目覚ましい進展によって人間の何か人知を超えた先のステージに行ってしまうんじゃないか。今世界がそれをですねどうルール化を作るかというところまで今決まっていない中で、早急にこの、第三国に対する移転というものをですね深く考えないで結論出していいものかと私は個人は思うんですけれども、この日本の国はいわゆるこの AI 搭載兵器についてどのような研究あるいは検討されてますか。木原防衛大臣。大変重要なご指摘だと感じます。昨年12月に日米の防衛当局間で、無人機へ適用する AI 技術にかかる日米共同研究に関する事業取り決めに、署名をいたしました。この共同研究の成果として得られる AI 技術については、次期戦闘機と連携する無人機に適用することを、これは演技をしてご指摘のとおり、これを念頭に置いているところです。他方で、次期戦闘機と連携するその戦闘支援無人機の開発にあたっては、技術的な成立性やコストを踏まえつつ、これも2035年頃までに開発完了を目指していますが、その開発のあり方については、現時点で、まだ決まったものはございません。無人機の自立化および有人機との連携については、高度な AI 技術の獲得に必要な研究に取り組むなど、国内企業の技術力もしっかりと生かしつつ、関係国との国際協力も視野に開発を向けた検討を、進めてまいります。それと大事なローズの点もご指摘ございましたけれども、いわゆる自律型致死兵器システムですよね。これについてはこれも3文書の中には実は触れてございまして、その定義、特徴、国際人道法上の課題、規制の在り方等について、国際的な議論が今行われているという、そういう前提の中で申し上げると、防衛省自衛隊としては人間が介在しない致死性の兵器は、現存せず、またこれに関する研究開発を行う具体的計画はなく、当然のことながら国際法や国内法により使用が認められない装備品の研究開発を行うことはないと、そのような考えで今、ローズに関する国際的な議論というのはですね、そういう位置づけで今考えているところでございます。渡辺さん。ルールがあってですね、なきようなもので、とにかくこういうものが進んでいくとですね、例えばまだ空対空でこれ生存権、パイロットの生存権、あるいは自衛権のためにですね、空対空でパイロットが例えばやらなければやられると言って撃つことは、これはある、これは自衛の範囲として考えるかもしれないけど、例えばその支援戦闘機がですね、つまり AI が判断をして地上目的に対して全くその誤爆をすると、これ実際過去にこれは今アメリカが研究したやつではないのかもしれないけど、アフガニスタンあたりでは例えば結婚式の車列に間違ってですね誤爆をしたと、もうそんな例えばニュースがあるんですね。で実際のところは誰も責任取らない。でとにかくこの世界の中で、このまた防衛省のホームページの中にもありますけれども、あるいはこの防衛力の整備計画の中にもありますけれどもですね、これらの研究開発に際しては我が国主導を実現すべくと、我が国主導で今言ったような我が国のその人間の介在のないですことはね認めないんだと、軽く簡単に言えば
ということなら世界の中で押し流されてしまう危険性はありやしないかと。だからそういうことをどう本当に、並走しながらですね、この新たな技術開発で考えていかなきゃいけないと思うんです。で、上川大臣に伺いたいんですが、日米関係に触れたところですね、所信の中で同盟技術的優位性の確保のための技術協力や新興技術への共同投資などを重点的に進めていきますとありますけれども、こういうですね、AI、自立型兵器のですね、自立型のいわゆる防衛装備品の研究のことも当然含んでいるというふうに理解してよろしいでしょうか。上川外務大臣。今防衛大臣からのご答弁の中にもありましたけれども、このローズにつきましては現在、CCW の枠組みの下でその定義や特徴、国際人道法上の課題、規制のあり方等につきまして議論が行われている状況でございます。で、この国際人道法の原則でありますが、今ご指摘のように AI 等も含めた新興技術活用型のものすべてあらゆる兵器に適用されるべきという立場でございます。その意味で申し上げるところでありますが、人間の関与が確保された自律性を有する兵器システム、これはまさにヒューマンエラーとかそういうもの、少量化とか省人化とか、この安全保障上の意義を有すると考えているところでございます。こうした点も含まれまして、我が国としてはこの CCW におきましての議論、これにつきましては人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器は開発しないと、こうした立場を表明してきているところでございます。またこれにつきましては2019年のローズに関しましての政府専門家会合、これに提出した作業文書においても記載をしてまいったところでございます。まさにバランスを取れた人道と安全保障の視点、勘案した形の議論が極めて重要であるということでございまして、日本といたしましては国際社会におきまして広く共通の認識が得られ、またローズに関しましての国際的なルール作り、これにつきましては積極的かつ建設的に関与してまいりたいと考えております。渡辺さん、ぜひそういう議論がですね行われていることの中にいることは知っておりますけれども、ぜひですねこのルール作り、日本が主導的な役割をですねやっぱり果たしていただきたいと強く願うんですね。やっぱり日本という国はこれまで歴史的にですね、世の中の役に立つものをメイドインジャパンのブランドのものに作って、これは車もオートバイもあるいは家電製品もですね、その他さまざまな住宅インフラや鉄道や高速網やいろんなものを作ってきます。で、日本はやっぱり人を殺すものを売らなかったから世界の尊敬を集めてきたというですね、やっぱり我々プライドがあるわけでして、またやはり乱暴な言い方をしますとですね金稼ぎのためにとうとう日本は人を殺すままで愛に手を出したかというようなことでですね、我が国が積み上げてきた誇りと尊厳が失われることがないよ。ぜひこの例えばAI を搭載して判断を AI がしてですね、 AI の搭載とともに、AI の判断とともにですね、その今おっしゃったような省力化だとか省人化だとか、もっと言えばパイロットやあるいは兵士の負担が少ない、これ肉体的にもあるいは心理的にも人を殺すというですね、その負担も感じない、何か機械が壊し合うかのようなことでですね、合理性を見出して、安易にその一つ間違いは AI が暴走することも SF の世界ではない、もっと言いますとその誰の手によって使われるかによってはそれは悪魔の兵器にもなると、いうことをですねやっぱり考えて、ぜひルール作りの中心に立っていただきたいというふうに思うんです。で、この支援戦闘機にはですね、昨年12月バイデン、アメリカ合衆国大統領はホワイトハウスとオーストラリアの首相に対して日米豪の防衛協力にはこの戦闘機に連動する無人機の重要性をに触れました。ということはオーストラリアもこの日米の、いわゆるその無人支援戦闘機の共同開発研究開発に参加するのかなということが合理的に考えられますけれども、それはアメリカとの研究開発、そしてオーストラリアも参加する、
そしてもう一つその先聞きたいんですけれども、この GCAP の第、GCAP のですね、このグローバル戦闘航空プログラムの政府間機関の設立に関する条約を読みますと、第8章に追加的な締約国の加入及び非締約国との協力という項目がございます。こう説明のためにこの配られた紙だけだと全然触れてないんですけれども、これ別に日英伊三国が絶対というわけじゃなくって、三国がですね、これ運営委員会を構成する三国で一致すれば追加的な締約国等をですね、許可することができるわけなんですが、当然ここにですね、私はアメリカやオーストラリアも次期戦闘機と支援戦闘機と、これある意味セットです、一つのネットワークを結ぶわけですから当然入ってくるんじゃないかと思いますけれども、大臣、こうした見通しはどうなってますでしょうか。木原防衛大臣。では前段の方からで申し上げると、次期戦闘機と連携する、戦闘支援無人機の開発でございますが、その点はですね、技術的に本当に成立性成り立つのかどうか、あるいはコストがどうなるのか、そういったことを踏まえつつ2035年頃までにの開発完了を目指していますが、開発のあり方については現時点で決まったものはないということです。その上で申し上げると、昨年10月25日おっしゃるように日豪首脳会談の共同声明において、米豪ですね、米豪の首脳会談において米豪が無人航空システムにかかる日本との3カ国協力を追求する意図が表明をされております。防衛省としてはその無人機と有人機の連携というものは今後の航空優勢の確保のために極めて重要な要素であることから、米豪両国と無人航空システム運営において今後いかなる協力の可能性があるかを議論していきたいと、そういう考えております。まだその段階です。そして、もう一点、その次期戦闘機と戦闘支援無人機の開発のあり方については、現在決まったものはないということは、改めて申し上げます。それから、もう一点、後段の質問ですけれども、参加国以外の参加というご指摘だと思いますが、あくまでも日英3カ国による共同開発を進めております。それで条約も、今国会で審議をいただくということになります。で現時点においてその他の国が次期戦闘機の共同開発に参加するということは想定してございません。渡辺さん。つまり今の答えですとね、共同開発に要は製造に加わることはないと。ただ非締約国によるこの条約の加入についてはですね、三国で、参加してできることになるんですよ。つまりこの三国絶対三国なのか、それとも後に今言ったような理由でアメリカやオーストラリアも参加することはあるかないかということで言えばあるかもしれない。条約上は入ることができるんですね。もっと言えば条約上は何カ国でも参加できることになるんですよ。そうするとですね、NATO の加盟国が他の国が入ってくるとかですね、もっと言えばサウジアラビアが入ってくるとか、もう質問しようと思ったら時間がないので言いますけど、サウジアラビア台風ですね、ユーロファイター台風を売却してほしいと言ったけど、要は4国共同開発でドイツが、あの国は人道主義的に問題があると、そういう理由でですね、非常に渋っているとということで、止められていると。でサウジアラビアは実はこの参加にですね、ドイツが入らない形で自分たちも参加にしたいということになると、日本はそれはいかがなものかというですね、例えばそのどっかの国が参加を途中からしたいといったときは、日本は何を条件に加入について、例えばその難色を示すことができるのか、つまり主体的に開発していく中です。これは我が国が次期戦闘機は主体的にと言ってるわけですから、例えばいろんな国が入ってきたいといったときにはどうするのか、主体的に日本の国はどう判断しますか。木原防衛大臣。繰り返しになりますけれども、現時点その日英3カ国で条約を結んでおりですね、そして共同開発を進めていこうと
そういう条約しかございませんで、そして加えて、それを今国会で今、まあ、議論審議をしていただくと、そういう現状でございますので、もう現時点においては、それ以外のそれを除くですね、共同開発に参加する国というのは想定していないということになります。まあ、先ほどユーロファイターの場合は確かに今回の GCAP の中の英国がですね、ユーロファイターを、まあ、パートナー国として、装備移転をしたという、そういう実績の中でですね、サウジアラビアという国、あるいはその他の国においても過去のそういった国際共同開発における戦闘機の、まあ、装備転先、あるいは、まあ、取引先といってもいいかもしれませんが、そういう流れの中で、そういうさまざまな可能性のお話だと思いますけれども、まあ、第三国との関係、いろんな我々日本だけで話をするのでなく、英意との関係もありますので、なかなか、まあ、この点、お答えはですね、難しいわけですが、いずれにしても現時点で日英以外の国が、現在これから JIGO という新たな、まあ、仕組みが出来上がるわけですが、そこに加入するということはですね、まあ、想定されていないということだけ申し上げます。渡辺さん、じゃあもう簡潔にもう言ってたけど、この開発費用は一体いくらと見込んでいるのかですね。これまで F22 だとか F35 だとかですね、いろんな試算が識者から出ています。このですね、まあ、これ2035年の配備ですから、まあ、今から10年先、まあ、どんな安全保障環境でどんな要請の要求をですね、これから高めていくかということは分かりませんけれども、大体これいくらぐらいですね、予算は見込んでるんですか。防衛省湯気大臣官房審議官。お答えを申し上げます。次期戦闘機の開発につきましては、日英伊共同開発にあたっての具体的な作業分担等、国際協力の詳細なあり方によりまして、今後大きく変動しうることからお答えできる段階にはございません。日英伊3カ国で検討を深め、可能となった段階で策定公表できるよう検討してまいります。渡辺さん、日本とイギリスが4割ずつ負担するとかですね、海外メディアで報じたこともあったけども、それは分担の割り当て、負担の割り当てというのは決まってないんですか。防衛大臣。日英3カ国の中では、まあ、次期戦闘機共同開発にかかる、まあ、国際機関として、まあ、これから JIGO を設立予定であるところですが、その JIGO への拠出金の分担割合でいうと、この点については、まあ、協議中ではありますけれども、3カ国で公平に分担するということを検討しています。よろしいですか。それと、もう少し踏み込んで言うと、JIGO の運営、これから JIGO というのを運営していかなきゃいけませんが、その必要な経費である運営予算については、1カ国あたり年間数十億程度、でその事業にの実施に必要な経費事業予算については1カ国あたり年間1000億程度の規模が想定されますが、まあ、今後これも3カ国間で検討を深めていく所存です。渡辺さん、はい、ちょっと時間がありませんので、これまた次の質疑の一般質疑の時にでもですね、さらに深掘りしたいと思います。外務大臣もせっかく来ていただきますので、法人の保護についてですね、何点か伺いたいんです。先般昨年台湾に行きましてですね、まあ、その時にちょうど同時期、昨年5月、駐日中国大使が、台湾問題は中国内政問題であると、そしてこれは準国政問題なんだと、中国と台湾有事は中台有事は日本有事なんていうと、日本の戦車の鎖に結びつけて、くりつけて、日本の民衆も火の海になるみたいなことを言ってましたけどもですね、もう率直に言います、現状の交流協会の権限、あるいは人員で、万が一中台で緊張が高まった場合にですね、果たして1万5千から2万とも言われる大台湾の法人を、保護もしくは脱出させるにおい、これはその権限を持っているのかと、
つまりこの2つの中国は認めないという政策を貫くのは、これ日本だけじゃないんですけれども、アメリカもしっかりでありますが、今中台有事を想定した形で、さまざまな南西諸島に対してどのような形で、住民を守るかというようなですね、オペレーション議論、あるいはそのシェルターの建設なんかの議論がされますが、実際台湾にいる人たちをどう逃がすかということは、これは一義的にはどこがやるんでしょうか。上川外務大臣。今委員からご質問の件でございますけれども、有事におきましての我が国の個々の対応、これにつきまして、個別具体的な国、また地域、これを挙げてつまびらかにすることは、事柄の性質上、まさし控えるべきと考えておりますが、その上で、一般のとして申し上げるところでございますが、有事におきましての邦人保護につきましては、その時々の状況に応じまして、適切に対応していくということでございます。外務省といたしましては、邦人の安全確保、これに万全を期すべく、常日頃から我が国の民間窓口機関であります、日本の台湾交流協会との間で、緊密に協力をしてきているところでございます。これまでも日本台湾交流協会におきましては、現地での安全対策等につき、さまざまな形で邦人への周知等を行っておりまして、こうした取り組みにつきましては、ご指摘いただきました体制のあり方を含めまして、引き続き適切に支援してまいりたいと考えております。渡辺さん。もう最後の質問にしますけどね、一つは国交のない、この国で、確かに文化交流とか経済交流でですね、我々もまた非常にアテンドしていて、大変お世話になっていることはですね、この場を借りて感謝申し上げますけれども、ただ、本当に緊張状態が高まったときに、権限として、中国がですね、これは内政問題だと、治安を維持するための内政問題なのだと言ってですね、中国の北京政府が、もし万が一、これ出てきた場合にですね、我が国は一体どっちと交渉するのかという話になると、これはまた改めてやりますね。で、ちょっと直近の話でね、国交の内で申し上げれば、今度は3月26日に北朝鮮でワールドカップのアジア二次予選というのが決まったんですよ。で、これ、国交のない独裁国家でですね、日本人が選手として、あるいはそのスタッフが行くわけですね。その場合にですね、どのようにして入国から審査、宿泊、移動、もし万が一不測の事態があった場合に保護するのかというのは、日本は外交チャンネルのない国に対してどのように対応するのか、アテンドするのか、その点についてだけ教えていただけますでしょうか。外務省、岩本領事局長。今、委員からご指摘のありました、このワールドカップアジア第二次予選につきましては、まず大前提としまして、我が国、対北朝鮮措置の一環として、我が国から北朝鮮への渡航自粛を要請しております。で、この措置自体には変更ございません。一方、今回、大会規則、FIFA 規約との関係を含めて、日本代表選手団に対しては渡航自粛を求めないという具合にしております。その上で、政府としましては、日本人選手団が最大限の力を発揮していただけるよう、安全面を含めてできる限りのサポートをしていく考えでございます。渡辺さん。いや、具体的にできる限りって、国交のない国に対してどう要請するんですか。北京の大使館ルートですか。それとも、ペピョンヤンにあるね、いわゆる西側の国々、以前、実はこういう同じ質問を私、十何年も前に質問したことあるんですけど、ただその時と違って、いくつかもうほぼ大使館業務やってない西側の国もあるんですけれども、そういうことですか、できる限りって、国交のない国、何ができるんでしょうか。山本領事局長。事柄の性質上、詳細は控えたいと思いますけれども、日本政府としましてですね、今、委員ご指摘の点含めまして、選手団に対して、最大限のサポートを行っていきたいと思っておりますし、今回の試合に差し障りのないようにですね、しっかりと対応していく、このように考えております。渡辺さん。いや、だから事柄の性質上って、
だってもう行くこと決まってるんですよ、日本人が。法人がそんな国に行くのにね、外務省と法人保護法するのにどうするんですか、なんで答えられないんですか、本当にしてくれるんですか、本当にやったふりしてやらないんじゃないの。時間来てますので簡潔に、はい、領事局長日本政府としましてはもうすでにですね、日本サッカー協会ともしっかりと連携をしてきておりますし、その点につきましてはいろんな内容に対応したいと考えております。納得はいかないけど終わります。はい。